人と場所が完璧。結構短い契約でもあるので、うん、もうその2ヶ月8週間だけでも来てほしいなと思います。広いシェアラウンジとシェアキッチンすごいいいですよね。はい、こんにちは。今日はユニネストのジェシカさんとタイガさんを招きしてお話を聞いていければいいかなと思います。じゃあお二人ちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。ユニネストのジェシカと申します。こちらの上北ハウスの総支配人として、うん、で、もともとイギリスから来て日本も10年ぐらい超えてます、うん、よろしくお願いします。はい、タイガと言います。僕は以前住んでおり、イギリスに交換留学して今もまた戻ってきて住んでおります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこの二人にユニネストの社会人寮と学生寮についてお話を聞いていければいいかなと思います。はい、じゃあまず最初にユニネストってどんなことやってる会社なのっていう説明をジェシカさんしてもらってもいいですか。はい、ユニネストはもともと GSI っていう会社が持ってるブランドなんですけれども、まあ、そのユニネストは日本だけではなくいろんな国に学生寮っていう食べ物を運営しています。初めてユニネストを日本に持ってきたのは2018年で、2018年の3月1号寮のハクサンハウスがオープンしました、はい、で私が最初からそこにいて、2020年の3月、うん、2号寮の上北ハウスをオープンしました。なるほど、はい、じゃあ学生寮を世界中でやられていて、で日本にも2つ、はい、オープンして、で2018年から結構最近ですね。そうです、今はまだ3年目ですね、はい、なるほど。じゃあ学生寮をメインでやっていて、はい、今回は新しく上北沢に社会人寮ができる、はい、そうですね、はい、はい、これからです。はい、じゃあ次はユニネストさんがどんなこうコンセプトだったりとか思いを持ってこの学生寮、社会人寮をやっているのかっていうのをちょっと聞いてもいいですか。はい、もともとイギリスが昔から学生寮っていうのあるんですけれども、はい、やはりそういうトラディショナルな学生寮はすごい狭くて、うん、全然交流できない建物になったりしてます。で、まあ、数年前からやはりコミュニティ作りをベースして、うん、もっと広い楽しく使えるコミュニティ作れそうな建物を作っていこうっていうプロジェクトだったんですけれども、私たちのジャパンユニネストは、うんうん、広い建物を作って、まあ、それぞれの部屋タイプも用意して、皆さんお好みに合わせて、まあ、一人で住みたいけどコミュニティも欲しい、それとももう6人で住んですでに大きなコミュニティが欲しいとか、まあ、そういう選択ができるような設備になってます。なるほど、はい、じゃあいろんな人の生活様式だったりなんか価値観とかに合わせてライフスタイルをこうチョイスできる一つの大きいコンセプトとして、あともう一つはやはりその私はイギリス人で、タイガ君は日本人で、国際的なコミュニティを作りたくて、うん、よく日本語、英語、両方とも喋っちゃったりして、まあ、あの言葉が出てこないときは、いや、分かるでしょ、I'm trying to say って言えるような環境を作ろうとしてます。なるほど、なるほど、はい、国際交流も生活の一部に入っていて、結構日本語も英語も、もう他の外国語もごちゃ混ぜで楽しんでいこうよみたいな。それです。日本にいながらも外国の人とのコミュニケーションが取れるっていうのは結構面白いコンセプトだなと思っていて、タイガ君が住んでみて実際にコミュニケーションの楽しさだったりとかやっぱり感じるんですか。そうです、今現在コロナで外国人留学生減ってるんですけど、うん、以前外国人留学生が9割、うん、で住人が270人って時期がございまして、うん、すごい。そういう時はもう寮の中は基本英語、はい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 、で僕の元ルーメイトがフランス人3人、ドイツ人1人、中国人1人で、朝起きたら英語じゃなくてフランス語が飛び交って、あーすごいでもそれぐらいグローバルな環境だったりしました。英語を伸ばすにはめちゃくちゃ持ってこいです。なるほど、ありがとうございます。はい、ジェシカさんが思うユニネストの魅力みたいなのはありますか。まあ、もちろん設備は新築の建物なので綺麗で、まあ、家具はおしゃれとか広くて、ソーシャルスペースがラウンジだけではなくシネマルームとかシアターとか結構プロジェクトがついたりとか、そういうのもすごい魅力的だなと思うんですけど、それよりやはり人が一番自慢したいところです。でやはり寮生さんだったりスタッフだったり、もう皆さんそれぞれすごい面白い人いっ
っぱいいて、皆さんそれぞれ言語だけではなく今までの経験とかそういう話もすごい楽しく会話して、うんうんうん、すごい勉強になったりとかインスピレーション受けたりとか、はいはい、それが一番魅力的だなと私は思います。確かになんか自分が経験してないことを人から聞くっていうのはすごい学びにもなるし、自分の人生にも生かせるし、でプラスして一緒に住んでる人たちなんでいろんな価値観を持てるみたいなところはすごい良さですよね。 それがなんか私たちのカルチャーの一番大事なところだなと思います。大河君にユニネストのちょっと魅力、なんかここは自分の推しポイントだっていうところ1個あったら教えてください。はい、魅力は人と場所が完璧。まず人としてはもう世界中の結構オープンなマインドを持った学生が集まる。住んでる日本人の人も結構いろんなことに興味あって、うん、人と関わりたいって言って国際学生寮を選んでいるわけで、めちゃくちゃ面白い個性的な突き抜けたやつが多くて、で外国の学生も他の異文化に興味があって日本に留学したりっていう学生が多いんで、もう交流しようっていう意欲がもちろん強い、はいはいはい、そしてジェシカみたいにスタッフと学生のコミュニケーションがすごい活発で、なんか困ったことあったら聞くし、逆にそのプライベートな話もして家族っていう風に感じられる人たちがいっぱいいる。でかつその場所としてはシネマルームがあってプロジェクターがあったりするので、そこで友達と今日の夜何するのみたいな、で一緒に映画見ようって言ってそこで映画を見たり、今日晴れてるから屋上でチルアウトしようよって言って屋上になってるのチルアウトしようよ毎日屋上っていうのがめちゃくちゃもう人も最高だし楽しめる場所もある、2つが揃ってのユニネストだと思います。なるほど、ありがとうございます。本当に設備も綺麗に整ってて、で清掃も入るんですよね。そうです、毎日入ります、うん、はい、本当になんかこう心地よい空間で人とコミュニケーションを取って一緒に暮らせる、なんかそれすごい魅力かなと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあなんか逆にこうユニネスト、まあ、シェアハウスでたくさんの人とコミュニケーション取る、一緒に住むっていう話をしてたと思うんですけど、その中でちょっと困ったことみたいな、レジデントアシスタントスタッフ働いていたんですけど、お手伝いするみたいな、そうですね、学生のサポートを行うみたいな、うんうん、なんかポスターを作ってって、はいはいはい、ジェシカに言われて、何のポスターかって言ったらノーファイアワークス、花火禁止みたいなで、よく聞いたら文京区の屋上で花火を絶対に屋上でしないでってポスター作った。火遊び、火遊びは屋上でする人めちゃめちゃ当たり前だけどはい、次はユニネスト、まあ、どんな人に来てほしいのかみたいな話をちょっと聞いていければいいかなと思います。やはり交流したい人たちがいいんですね。シェアハウスはまだ住んだことないんですけど、これから試したいとか、これからちょっとだけでも経験したい人でも、ぜひとも試しで一緒に住んでほしくて、私たち結構短い契約でもあるので、もうその2ヶ月、8週間だけでも来てほしいなと思いますし、あと本当にそれぞれ皆さん性格バラバラの人も多くて、もう本当に誰でも試してほしいなっていう感じですね。はいはいはい、一緒にどういう人と住みたいかそうですね、こういう人楽しいですよみたいな。僕自身世界中に友達ができて英語も話せるようになってっていうのがあったんで、学生でとりあえず世界飛び出したいとか、英語とりあえず伸ばしたい、友達いた方が楽しいじゃんっていう、結構面白いこと好きが住んだらめちゃくちゃ楽しいと思いますね。授業とかで話すとかじゃなくて一緒に生活するんで、それは深いとこまで行ける楽しみができる、国内留学がしたいみたいな人がいいかなっていうふうに思いますね。確かに今なんかコロナの時期で海外にそんなにすぐには多分行けない状況の中で、なんか自分の価値観を広げたいとか新しい人と出会いたい、新しいコミュニティ入りたいみたいな、今すごいうってつけの施設かなとすごい思いますね。やはり上北はもうこれからそのソーシャルハウジングとしてオープンするんですけど、やはりパーソナルでも仕事の面でもやはりいろんなつながりが欲しいとか、いろんなネットワークとかコミュニティ作りたい人が来てほしいなと思ってます、うん、それめちゃめちゃいいですね。なんか今の話で社会人ならではというかアセットを持ってる人というか、自分のスキルを生かして相手のやりたいことを叶えたりとか、一緒になんか作っていくみたいな、一緒になんかやりたいことを叶えていくみたいなのが、まあ、可能な施設、すごい面白いです、ね、ありがとうございます。はい、だからちょっとユニネストのその料金形態だったりプランにちょっとついて聞いていければいいかなと思っていて、先ほどの話でそのいろんなライフスタイルに合わせて
うん、プランを考えられるみたいな、うん、最短では何ヶ月から住めるんですか？建物によりますが、うん、タイガ君が住んでいるハックサンハウスは5週間から、まあ、学生寮は5週間からですが、まあ、こちらのソーシャルハウスの社会人寮というか、はい、こちらの方は8週間の契約になります、うん、はいはい、でその契約はずっと4週間ごとで更新できるんですけど、まずは2ヶ月住んでもらうっていうことです、うんうん、じゃあ割と1年間住まなきゃいけないというよりは、まあ、2ヶ月から最短で住めるっていう、はい、まあ、住みやすさがあって、そこでなんかいいなと思ったらそのまま伸ばして契約延長してみたいな。そう、あとその短い契約書からあの出すのはあの全然高くならないし、更新費とかも特にかかりません。あ、それは便利です、はい、で学生寮の方は、まあ、最初から皆さん決めていただいて5週間のみ住みたい人は一番高い値段になるんですけど、1年52週間住む人は、まあ、一番安い値段、ちょっとそれが契約書の長さによる値段が変わりますけど、まあ、社会人の方は1つの値段で計算するので、うんうん、それはまあ遠慮なく、まあ、2ヶ月か3ヶ月それともまあ1年間でも、うんうん、なるほど、ありがとうございます。部屋が何種類かあるっていう話を聞いたんですけども、はい、両建物は同じ3つの部屋タイプで、1つはタイガ君が住んでいる6人部屋、うんうん、でそれは6人のアパートで上段と下段のベッド両方ともありまして、あとシャワー2箇所とお寺2箇所とリビングエリア、ちょっとテーブルがあって、うん、はいはいはい、冷蔵庫とかそういう部屋あります。次一番安いです6人、うんうん、でその次は2人部屋、それがまあ上のベッド下のベッド1個ずつついていて、シャワーとお手洗いがついてます、うん、それはあの2人で共有します。で最後は一番高い方はあの1人部屋です、うんうん、それはまあ自分のお手洗い、自分のシャワー、うん、そしてまあ自分の冷蔵庫とかいろいろ設備は揃ってあの部屋にあります。皆さん自分のバジェットや、まあ、自分の好みに合わせて、うんうん、まあ、でも共有スペースはみんな同じです、うん、なるほど。本当にドミトリーもすごい綺麗で、一つ一つトイレもあってシャワールームもあってみたいな、もうその中でも暮らせるのにプラスしてこんなに広いシェアラウンジとシェアキッチン、すごいいいですよね。はい、ありがとうございます。じゃあこのなんかユニネストの話を聞いて入りたい、興味あるっていう人がどんなところを見たら大丈夫ですか？一番おすすめのところはタリポに載っている特集です。はい、もちろんあの HP もあるんですけれども、はい、あのそちらが一番おすすめだと思います。わ、はい、かりました。あのユニネストのホームページと、はい、タリポの特集記事を、はい、あの概要欄に貼っておくので、そちらの方からチェックしてもらえれば、たくさんのシェアハウスの様子だったりとか、実際の学生のインタビューを聞いてみたりとかをしているので、そちらの方をぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はユニネストの2人に来て、いただいて、ユニネストの魅力についてたくさん語ってもらいました。僕もなんかすごい住みたくなって今日このまま住もうかなと思うぐらいあのすごい魅力もたっぷり詰まった、この施設だけではなくて、その入ってくる人だったりとかスタッフの方だったり、もう全てオープンマインドというか広い心を持って、こうなんかチャレンジ精神持ってやりたいことがすごい増える、一緒にできるようなシェアハウスになってるかなと思います。はい、じゃあ概要欄の方にリンクを貼っておくので、そちらの方をちょっとチェックしてみてください。はい、お二人今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。